皆さんこんにちは、りょうれいです。皆さんこんにちは、小松みずきです。小松さんよろしくお願いします。お願いします。だんだん寒くなりましたね。はい、もう今年も終わりです。もう少しで。そうですね、はい、今結構街ではクリスマスツリーがだんだん見かけるようになりましたね。わかります。キラキラしてますね、街中が。そうですね、はい、あの中国では冬になりますと、はい、羊の肉とか大根などをたくさん食べて、はい、エネルギーをつけるっていうのが、はい、まあ普通なんですけれども、はい、日本はどうですか。日本もあの秋から冬にかけてみんないっぱい食べます。あ、一緒ですね。食べます。一緒ですね。でもあの外が寒くなると、はい、やっぱりあの家にこもりがちですよね。わかります。ただこういう時は私たちやっぱり何かやらないといけないですね、はい、そうですね。それで今日は中国の切り絵をご紹介します、はい、切り絵、はい、切り絵って中国語で言うと剪紙、はい、紙を切ると書きますけど、はい、うん、実はあの結構昔から中国ではお正月とか結婚式などのめでたい日になりますと、はい、あの花、動物、うん、鳥など、まあ、生活の中に欠かせないそういうものをモチーフにした切り絵が誕生しました、はい、でもそれはなぜこういう時に切り絵を使うかというと、はい、実は中国ではそれは幸せへの憧れという願いを込めて、で切り紙を貼るという感じですよね。日本にもその切り絵っていうものがあって、寄席で演奏をしながら話術を楽しみながらこう紙を切って披露する紙切り師っていう方がいるみたいですね、はい、はい。でそれは内容は中国と同じですか。例えば切ってもまあその切り紙のあれは、はい、あの柄とかはちょっと違うと思います。あ、そうなんですか、はい。で専門の職人がいますか、はい、そうですね、いる。私もあんまちょっとよくわかんないんですけどいるみたいで調べてみたら、はいはいはい、でも今は中国の伝統的な芸術なので、はい、本当に今の現代の社会ではだんだんそういう職人が少なくなっていますので、わかります。そうですね、はい、だもうみんなコンピューターとか機械でやっていますのでちょっと残念ですよね、はい。で今日は私たちが一緒にその切り紙を作ってみませんか、はい、あ、いいですね。まずは普通の切り紙はこういう四角いものですよ、はいはい、折り紙ですね。そうそう、折り紙、日本の折り紙に似てますよね、うん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 、でまずはこれこういうふうに折って、そうですね、はい、折って、で、はい、でそれでもう一回折って、でさらにもう一回、そうそう、もう一回、もう一回、もう一回折って、で最後にこうか、そうそうそう、こう、はい、で、で最初これは元です。元です、はい、はい、でこれが元で、はい、ハサミで、まあ本当に自由奔放、はい、自分が好きなようにその四角いものとか丸いもの、はい、何でもいいですから、まあ気持ちで、難しい。でもただし、はい、これを横断してはいけない、はい、そしたらそう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 、だからこの線、うんうん、この線とこの線に沿ってまあいろんな形、ええ、作ったらいいと。わかりました。じゃあやってみますか。はい、はい、で実は、うん、あの私は中学校の美術の授業で、はい、で先生から習ったことありますよ。私もこれ、はい、小学校か中学校でやった、あ、そうですか。覚えがあります。はい、それは美術のあれですか。確か授業ですか。そうだったと思いますね。はい、でもあんまり普段はやらないですね。そうそう、あんまりやらないから。でも本当に何と言いますか、まあ家で何も、まあ、リラックスしない時、ね、自分の好きな何もやるとことがない時とか、そう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 、それでやったらいいと思いますよ。いろんなのができそうです。そうですね、でも私はあんまり美術のセンスがないから、私も苦手でした。ここも切って大丈夫ですか。どこ切っても大丈夫ですよ。横断さえしなければ、そう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 、どういうもので、切れました。はい、絶対開けましょう。はい、開けましょう。あ、すごい、私のはこういう感じです。あ、全然違う。そう、全然違う。いいですね。例
はい、実はこの切り紙は、はい、あの中国では昔農村の人たち、はい、特に農村の女性の人たちにとっては、はい、欠かせない技ですよね。え、なんでですか？それは、まあ、一つは生活改善のため貧しい農村の人たちこれを着てで売ってで少しそうお小遣いがお金になる。そう、お金になるんですね。でもう一つは実はその中国では昔の女性はこういう切り紙とか刺繍ができないともう誰でもお嫁さんを迎えてくれないですよ。そうなんですか、はい、知らなかった。そうだから私のようなこう下手な人は多分結婚できないかもしれませんね。私もちょっとわからないですね。これはできないかもしれない。小松さん、はい、気がつきましたが、はい、実は中国では切り紙が結構赤が多いですよ。確かになんか中国のイメージは赤だし中華料理屋さんにも赤のイメージが多いですね。今日小松さんも赤の色を着ていますよね。いいですね。先生もピンク、まあ、まあ、そうね、同じ感じですよ、はいはい、赤というのは実は中国では縁起のいいものという感じなので、はい、提灯とかあと切り紙とかめでたい色はほとんど赤ですよね。へ、はい、で実は中華料理屋さんで結構赤の切り紙がたくさんありますよね。でなんか気がつきましたが、あの漢字服が、はい、逆さま、そうですね、な気がします。そうですね、はい、ね、普通はこうですもんね。そうですね、うん、で服はこういう感じなんですよね、はい、でもやっぱりドアに貼るときは、うん、ほとんどこういうふうになっていますよね。なんでですか、はい、なぜですか。実は中国語で言うと、はい、服が逆さまになると、逆さまは中国語で言うとタオ、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 イエス。でタオは到来の塔ですね、はいはい、だから服が逆さまと到来の塔は中国語の発音が一緒ですよ、うんうんうん、だから服が逆さまになると服がやってくる、あ、うん、という意味なので、なるほど、でだいたい逆さまにこういうふうに逆さまになってるんですよ、うんうんうん、そうですよね、はい、じゃあフタオラ、フタオラ、イエス、で一緒に言いますか、はい、フタオラ、フタオラ。じゃあ小松さん、はい、もうそろそろ年末に入りますの で、 そうです、ね、最後に皆さんの幸せを祈りながらお別れしましょうか、はい、そうしましょう。え、さっき教えた中国語まだ覚えていますか。フタオラ、は、正確です。 OK ですか、はい、じゃあ1、2、3、フタオラ、バイバイ、バイバイ。